皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドをやっていきましょう。今日はポケモンの巣回ってみたいと思います。レア巣が出てるんですよね。今出てるのもしかしたら1本だけかもしれないですけど、とりあえずあのレア巣探してやっていきたいと思います。最近レア巣にかなり激レアが出やすくなってるので、今日は何なのか楽しみです。位置的にちょっと遠いから飛びましょう。この位置からこっち？こっち？この辺？いや、なんかこっちな気がする。違うかな？レアス、レアス。お！あ、ちょっと違った。だいぶ違いましたね。下の段かな、上の段かな。お、発見。ここか。村のとこ。ちょっと見てみましょう。何がいるか。あ、夏起動で進化させたのにいる。とりあえずゲット行きましょう。よろしくお願いします。シールドがわざと夏起動進化をさせたんですよね。クロバットが出ました。ポケモンの巣の中にはいるんだ。あ、ルガルガンとミュウツー色違い。え、3体ともだよ、色違い。すごでは、ゲット行きましょう。これは使うか。今一つとかになっちゃうけど、しょうがないね。枠もらいます。青ルガルガンと緑のミュウツー。いや、色違いすごいな。サイコブレイク、うわ、抜群ですね。みんな抜群技かもしれない。あ、バリア3枚だからそんなに頑張らなくても削れそう。よかった。もうちょっと多いのかと思ってましたけど、バリアの数は少ないですね。エアカッター、ダイジェット耐えるよね。で、ダイドラグーンで2枚削って割れる。2ターンで終わりかな。冷凍パンチ凍った。よっしゃー、すごー。なんか珍しいかも。ポケモンの巣で凍らせたの初めてかもしれない。あんまり凍るイメージないんですけど。あと、なんか羽の位置変わってない？さっきと羽の位置違うくない？こんな感じになってた。え、なんか違うよね。羽広げて凍ってなかったっけ。そんなことないですか。見間違いかな。あれ、見間違い。まあいいか。バリアが消えて氷溶けましたね。そしてゲットチャンス、すごっ。え、これ欲しいな、捕まえたい。ハイパーかな。ハイパーボールでいける気がします。多分分かんないけど、ソード化はまだ図鑑登録になってないはずなんですよね。初めてポケモンの巣で出ました。野生だと冠の雪原内クロバットいないんですよね。ゴルバットまではいるんですけど、そこから夏季と進化が必要なはずだからいなかったはず。
というかシールドは夏希と進化させました。野生でいたのかな、どうなんだろう。ゲット、ソード図鑑登録です。クロバットコウモリポケモン、両足が羽に変化、音を立てずに高速で飛び、獲物のうなじに牙を立てる。吸血鬼だね完全に。いやめちゃくちゃ嬉しい。あ、やっぱり1本しか出てなかったみたいですね。お、新しく出てる。あれもう一回行ってみようか。ちょっともう1本レアス行ってみましょう。いや本当に最近レアスでいいことが起こってるので、これも期待です。下かな、多分こっちの奥ですね。うわ建物の中だ。これ回っていくん。怖いけど、黒い鉄球で、ここか。すごい、ここ初めて出てる。まあ、これは行った方がいいんじゃないかな。冠の雪原内にはいないんですけどね、行ってみます。よろしくお願いします。すごい久しぶりに出ました、クチート。星読んだけどね。今回は鳳凰を連れてきてみましたが、シャンデラが色違いだ。いや本当に色違いの方と出会う確率が高くてめちゃくちゃ嬉しい。シャンデラ色違い可愛いんですよね。いつか出会いたい。じゃあ大番打ちましょう。ダイマックスの枠をもらいます。うわかっこいいわ。水流連打、クチートって何枚だっけ。星読んだからバリア少ないはずなんですけど、あそこまでなんだねきっと。うわ星読んでも多くないか、5枚。5枚もある。マジカルフレームすごいね。ダイバーン、あと1枚余っちゃった。大フェアリー、大丈夫大丈夫。状態異常はできなくなるけどしょうがない。じゃれつく、これも大丈夫ですね。じゃあもう一回、このターンで終わりです。そういえばポケモンの巣で方法出したの初めてかも。かっこいいね。お !3 回当たるかな。もう一回もう一回、ありがとうございます。さすがさすがウーラオス。では投げましょう。もうガラル図鑑にいるポケモンなのでリピートボールで取ろうと思います。いや結果的にどちらのレアスもすごく良かった。今回も最近ここ1週間とか外れないですね。でその前も巨大マックスが出てたりとかもしてたので、最近のレアス必ず行くようにしてます。まあ、鉱石も出るしね。ありがとうございます。
はい、クチートをゲット。ここの巣穴の位置初めて出てたんだけど、かなり嬉しい。あ、待って、サザンドラがあっち側にいる。来れるかな。いや、来れない。来れ、あーうちのサザンドラ迎えに行こうとしたのに壁のところにいたよね、今。そっか、入ってこれなかったか。冠の雪原内って結構引っかかるんですよね。あ、よかった、合流できました。危ない危ない。来れたね。はい、ということで、今回はポケモンの巣ソード側で回ってみました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!